ばあちゃまでございます。昨日はちょっと起きれませんでした。すみません、本当に申し訳ない。次からはね、まあちょっとでもその日前の日に朝の8時ぐらいまで配信してて、ブラックマンデーっていうね、年に一度のお祭りだったんで、まあ起きれると思ってたんだけど、まあちょいちょい起きたんだけど、起きてファーっつって、あーちょっとあとだるいのやっぱ体が、もうちょっとしてからグッと起きて動画撮ろうかなと思ったらまた寝てたみたいなの繰り返し、2、3回あったかな。ほんとそれでもうそんなだらしない大人になっちゃダメということで、まあそんな風にしてたら天罰が下ったのか、勝てなくなってしまいまして、4141に戻しております。ちょっとね、勝てなくなったっていうかね、攻撃面でなく守備面でちょっとね、なんだろうね、ちょっとまあちょっと体調のあれなのかもわかんないけど、やっぱ寝不足とかだと結構ね、集中力が減ったりとかもするから、まあそれなのかわかんないけど、カーソルがねちょっと追いついてないんで、まあ少ない人数で守るっていうことが今できませんから、ちょっとね多い人数でパーパーしていこうと思います。で、あと、コメントの件ね、あ、コメントの件じゃない。コメントの件だったらもうざっくりした話になっちゃうから、質問の件。質問の件ね、多いやつを動画にして、あとは、手動返信という感じで、ダブルイルミネーションでやっていこうと思います。うん。そういうことですね。なので、パーパー、なんだ？まあ、ちょっと時間がかかっちゃいますけどもね、ぜひぜひね、パーパーしてお待ちくださいということで、コメントの方に行きましょう。はい、まあ、メッシね、メッシおめでとうっていうの、あれメッシね、当てたのすごいからね、マジで。ウイレでメッシ当てるのとはちょっとね、次元が違う凄さだから、その辺もうちょっとパーパー、皆さんパーパーしていただきたいなって思ってるところですけども、本当にすごいからね、マジで。マジですごいからね。うん。それしか言ってないけど。コスタ、キエリーニでいけるかなこれ。ピケ。ペペ削るか。ペペ削ってキエリーニの方がいいかな。いや、いらんな。ラモスいらんな。ラモスいらんで、ここペペにして 4CB にしよう。で、これね、もう こんだけいたらね、ちょっと 4CB で使いたくなっちゃう。で、ベイル、ネイマール。ちょっと調子悪いね。トップ、ジャーンと、結局これ勝てないだろうから、もうここだったら、アグエロとかサンチェスにしようかな。アグエロ裏走っちゃうからな。サンチェスにして、ここはグリーズマン？メッシね。ネイマール使えない。あ、ここメッシでもいいかもね。ここメッシにしようか。メッシサイドハーフ。あ、できないんだ。あ、そうなんだ。OM しかできないんだ。で、マチュイディ変えたいな。ここ攻撃的なやつに変えたいけど。いないもんね。あ、グリーズマンできるか。で、ここは？あ、できないか。サンチェス、あ、そっか、ここを、こうしよっか。アグエロ。結構攻撃的になるんじゃないかな。で、ただ 4CB なんでカウンターそんな食らいまへんで、みたいな感じ。メッシ、サンチェス、マスケラーノ。ちょっと怖いけど、これでいきましょう。で、ゲーゲンが入ってて、オッケーオッケー。よし、行こう。何気に、全然コメント見てないな。マメタさん、コメントでよくね、そりゃ動画の方が見る方はおもろいけど、ちゃま的にはコメントの方が楽やろうって。まあ、いろいろありますね。ほんとありがとうございます。ダブルでね、いけたらいいなと思いますけど。池田さん、コッドはタップ打ち、基本いらないよ。欲しいのは BF じゃないということで。ツルトントさん、FIFA のプレイ動画面白かった。パック動画もいいけど、もっとプレイ動画出してということで。結構ね、いっぱいね、嬉しい言葉。そのな、ガチャ動画もいいけど、やっぱりね、試合を見てほしいから、俺は。まあ、ガチャ動画盛り上げとね、花火上げるみたいな感じでいいけど、試合もねやっぱ見てほしい。こういう意見ねすごくありがたいです。お願いいたします。ということで、あ、やばい、ターゲットが外れてるな。ターゲットが外れてるんで、ちょっと選手変えたらターゲットが外れちゃった。で、ここでロナウド、しかし上げる人がいないからどうしましょうか。ここ困るね。ここロナウドで突っ込んでも何もないもんね。まあでも前の人が誰だっけ、アグエロだっけ、足速い人、あ違う、ロナウドか。ロナウドだから結構瞬発が速そうなんで、グラウンダーでもいいかなという意見も出ております。しかしここ相手もゲーゲン入れてんのかな。あそこ結構わあ来たけど、ちょっと待ってね。あとね、フォアチェッカーぐらいなのよこの褒め。前の44にはゲーゲン、あ、なんだっけ、前、リトリートセーフティーだったから、ちょっとね、
焦るわ。これまだ2試合目とかなんだけど、結構スルーパスパンパン通されちゃう。軽減プレスじゃない。違う、軽減プレスじゃない。2倍入れてどうすんだよ。2倍濃縮で。そうだね。アグエロか。やっぱアグエロだよね。で、グリーズマンで、グリーズマン残っといてアグエロと、パーパーして、ファーストチョイスはロナウドに、ヘディング。あ、うん。クロス。オッケー。それで行こう。相手は 4-4-3 で、ここロナウドがこっちだから、ロナウドで競り勝ちたいと。外。あ、スナイデルか。スナイデルだったら勝てるな。ここ割と、選択がね、少ないんだよね、このフォーメーション。割とこう、潰されたら、やることがなくなっちゃう。やっぱ、どうしようかな。あそこ一切守備しなくなるからね。あの、ターゲット、カウンターターゲット入れたら。ここがね、これきついね。ほら、ここ、もう、グリーズマンが全く何もしない。グリーズマンやっぱやめるか。ターゲットやめましょう。ターゲットやめました。はい。これ大丈夫。オッケー。ここにいてくれるのいいね。あの、4-4-2 の時はね、ここね、もうみんな、あの、ボランチ2人が吸収されちゃう、ディフェンスラインに吸収されちゃうから、セカンドボールがね、なかなか拾えないという、悲しいことがあったんだよね。ここ孤立しちゃうな、やっぱな。ロナウドを真ん中にするか？ロナウド真ん中にして、あ、でも、あ、無理か。アグエロが、中盤全くできないもんね。よし、やめよう。本当はあそこロナウドじゃなくて、やっぱコネコネクラブ、コメコメクラブみたいにちょっと言っちゃいましたけども、コネコネできる人が一番いい。はい、ここちょっと持って、あー、どれパスって出させたらもうかなり、おい、ここ行くよと、おい、よしよしよ、え、ファールよ、キエリーネ頑張ったのに、今のはいいんじゃない、ファールじゃなくても、結構あるよね、これは、OK、OK、おいしょしょしょ、おいしょしょしょ、ここを守ってたけど、ダメと、おいや、失点、これ難しいね。4CB はこれが難しい。サイドバック、足速い人がいないからさ。あそこがね、割と。はい。あ、いいね。あ、いいとこ転がった。ロナウド上がってこい。いいよ。全然いいよ。そして、まだ1点目だからな。ただ、アスピリクエタに決められたっていうのが、ちょっと腹立つね。アスピリクエタごときが、みたいな。これ最強でしょ。で、キエリーニあげたいね。絶好調だから。で、メッシじゃなくて、サンチェス、キック力あるよね。グリーズマンちょっと、あれキック力あったっけ？あったような気もします。これはここでいいんちゃうか。はい。これでいいんじゃない？はい。OK！ これが久しぶりね、これ久しぶりに決まるようになってきた。これ、4-1-4-1 だとあそこなんかいい感じでね、あの辺にいてくれるわ。4-4-2 だとね、あそこにいないパターンが結構あるんだよね。OK。よいしょ。あ、これね。OK。結構これ、なんていうの？パーパーできるね。あ、頑張れ。いや、ピケ、潰されるのきついね。これもう結構裏ケアしないと。もうこの時点、お、危ない。この時点で割と、グイン行かれちゃうからね。はい。これカウンターが、フリーズマンがない分、ワイドもいらんような気するな、この米。お、そこ空いとるやん。今、ロナウド空いてたね。ここが空くと。ロナウド中入ってきてくれるかな？これ入るやろ。いや、マジか。ここ。はい。いや、ダメか。メッシ打ってた方がよかったかもね、今ね。OK。お、ナイス。足が長いから、これ。よっしゃ。いやー。グイーン逃げて、あそこがね、通れば、一番いいやつなんだけど、ドリうまいな、この人。誰だった今、誰でドリした今、3人ぐらいで囲んだけど、ゲーゲンで。そうないですら。これ、ゲーゲンも外そう。ずっとやつは疲れちゃうからね。縦かな、ここ当てたい。よしよし、あ、違う。1列下げるだけでよかった。ここいっぱいいるのいいな。ここいっぱいいるのやりやすい。頑張れ、ナイスグリーズ。ここで中、いや、違う。ちょっと待ってね。あ、これやばい。この辺ね。OK、ナイス。はい。はい。丁寧に行こう。ここ楽だな。もう行っちゃう、これ。何もないけど。
これグラウンダー？グラウンダーがいまいちちょっとわからないんだけど、たまにグラウンダーめっちゃ上手い人いるよね。あ、ナイス。ケリーニ。グリズマン下がるか、これは。ケリーニのどん底じゃ多分追いつけない。オッケーオッケーオッケー。いいよ。ここで持たれるのちょっと割と地味に嫌だね。オッケー。で、メッシ？オッケー、ナイス。早い。で、ここも逃げるしかない。中は？あ、アグエロどう？来た。来たよ。よいしょ。ダメか。今結構いい切り返しできたんだけど。これ。いやー、サンチェス落とすの？ダメか。オッケーオッケーオッケー。はい。いや、これ怖い。これ怖い、これ怖い。オッケーオッケー。キエリニ頑張れ、キエリニ頑張れ。頑張れー！よし、ナイス。早いわ。絶頂のキエリニは足も速い。もう一回攻めれるかな？あ、これいいね。あ、これいい形だわ。はい。で、ロナウド中入ってこい。ちっちゃいでしょ、あれ。アスピリクエーターでしょ。ほらー！え？アスピリクエタに勝てないの、あんた。ちょっとカーソル変わっちゃうやつね。取りに行こうな。あそこね、あの最後一回相手が触っちゃったらカーソル変わるからね。ドドドドド、視覚押してでもあんまり意味がないってことになっちゃうから、あの辺ももうバグとして修正してほしいところだけどな。よいしょ、ナイス。やっぱあれだね、ワイドポジショニングいらんかな。でも今ワイドポジショニングのおかげで誰か来てほしいな。来ないな。ここはそ、ここちょっと一人ね、取りに来てほしいけど。やっぱセントラルの方がいいかな、その辺。よいしょ。よいしょ。OK。いや、ダメか。はい。パーパーしていこう、マジで。OK、ナイス。ここ蹴れないんだよね。あ、でも蹴れた。蹴れた、蹴れた。あ、行った。行った。メッシ来い、メッシ来い。あ、違う。はい、あー、トラン。まあまあまあ、シュートまで行けた。シュートまで行けたのは素晴らしいことです。あ、これ縦、縦やばい、縦やばい。よしよしよし、ここケアしなきゃいけない。ここ割とケアしなきゃいけないね。縦、OK。あ、取れる？ナイス、キエリーニ。ここ通せるか。あ、違う。ロナウドだったんだけど、まあいいや。出なかった、出なかった。で、アグエロ？アグエロ、ちょっと、もらいに来て、誰か。誰かもらいに来て。はい、これは上げていいんじゃない？ OK。 いや、入らんのか。あれ、これ真ん中ロナウドの方がいいのかな。やっぱちょっと次真ん中ロナウドにしよう。でかいやつ、よいしょ。 OK。 ただね、ロナウドしかいない。あ、これやばい、これ微妙いな。ナイス。微妙いことになってた今、カーソルが処理が難しい。ちょっと今ね、もう900、これ負けたらまたね、800台和骨しちゃうから、結構俺ね、集中しているよ。え、サンチェスいないか。ネイマール、ベイル。ベイルとネイマール。スアレスは入れれないもんね。マチーディ入れて、こうか。で、マチーディはセントラルにするか。これが一番いいかな。フリーズの方がいいのか。フリーズとこれどっちがいい。あ、そうだね、逆にしよう。そうだね、うん。ただな、中に待ってんのがピケとクリバリとかだったでしょ。勝てるのっていうね。あ、間に合わない、キーパー。オッケー、よし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 。ナイスナイス。誰今、グリーズマンかな。超頑張ったね、ほんと。奥行ってくるんだ。奥行ってくるけど、誰も待ってない、でかいやつ。よし、あ、取れそうなんだけど。あ、ぶね、うまい。あそこパス通すのうますぎでしょ。で、いやー、いたか、アスピリクエーター。ちょっとね、一回メッシに出しといてからの、いや、出せる。あ、お前じゃない、だからカーソル変わんない。そこでグリズマンゴリ押しで抜けた可能性あんのに。よし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 。あ、取れる。いやー、うまっ。ジョアン・ミランダであの、あの動きうまいな。あ、やばい。オッケー。ナイス、ナイスラ。横だろ。はい。走らせよ。ある。あ、遅。ゲージ全然溜まってない。来た。あ、で、一番奥。よいしょ。おー、でも、おー、なんか、中国の憲法の達人みたいな止め方した、今。そんなに簡単じゃないでしょ今の。で、一人ついてるな。あー、くそ、これ下がっちゃうんだよね、これがね。
これ下がっちゃうんだよな。で、ピケ、一番奥空いてんじゃないあれ。あ、メッシでこんぐらいかな。あー、届かなかった。頑張れ。取れない？これパス。取りたい。パス取りたいよ。よし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 。よし、来た。グリーズ来た。ロナウド、ちょっとパスでかくない？うらー、入ったー。関係ないと。中国の達人ぶっ倒しました。関係ねえな、やっぱり。気候とかに勝った感じかな。グリーズマンじゃない、ロナウドか。ちょっとロナウドのパスでかかったなって。あ、やば。うわー、そこ通しちゃう。誰、ボアテング？そこ通しちゃう。ボアテング、簡単すぎ。せっかくロナウドがめっちゃかっこいいシュート決めたのに。行こう行こう、これ行こう。あ、これいいんじゃない。はい、いや最高だな。ロナウド、ロナウド最高だわ。なんでもかんでもだな、これ。ただこの方面マジでクロスしかできないね。中難しいな。どうすればいいんだろう。ロナウドに一回当てて待たなきゃいけないもんね。その間に囲まれたら割と詰みよ。これ怖いよ、これ怖いよ。トラオレチャンピオン怖いよ。あ、オッケー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 。なんかこれ日曜、今日さ、昼ぐらいから朝めっちゃ軽かったのに昼からめっちゃ重くなったよね。俺だけか、我が家の話か。メッシ、メッシ、いや怖い怖い怖い。メッシナイス。いいよ、ここで取られたらもう積みだからね。ロナウド走ってくんねえかな、これ。起きた、もう一発。はい、ロナウド、あ、落として。あ、ダメだ。あ、これ勝てる。メッシ、メッシ頑張れ、メッシ頑張れ、メッシ頑張れ。いやー、なんでそこオフなんだろう。オフだよね。なんでかな。来るよね、絶対。メッシが困ってるのにさ、ぼーっと見てるだけじゃダメよ。ほら、俺ペペが勝てない。あ、これまずい。あ、いや、ラッキー、スーパーラッキー、マジで。てか、あそこ、ちょっとピケ頑張ってほしいな。これ、ロナウド、縦でしょ？いや、無理だね。つなごう。で、ここは、どうする？真ん中。ここは早いな。こう。こう。で、ロナウド走ってくれ。無理だから一番奥。あ、中入っちゃったか、マチュイディ。外になんかカバーに来てくれると思ったら。あ、これサイドだよ、ね。危ない危ない。オッケーオッケーオッケー。で、いやー、きついな、中は。いやー、間に合わないか。これどんどん突っ込んでほしい。よし、いいよ。それはいい。トラオレ。おー、四角連打。いや、蹴って。やばい、これ。やばいよ、この形。中だー。うおーしょー、来た。あ、誰？カーソルは？よし、メッシ。はい。ロナウド走らせよ、これ。オフかな？オフだな。まあいいや、でも。あそこで変に取られるよりは、もう、一回時間止めた方がね。あ、選手変えたかったな、ちょっと。キーパー頑張れ。いや、クルトワ、背でかくなったからな。あ、まずい。これはまずい。いやー、やられちゃいましたな。簡単に決められるな、マジで。なんだろうね、あそこ、あの辺は。ロナウドがもうきついけど、でもロナウドいなかったらもう何もできないよね、これね。メッシも無理か。メッシんとこネイマール。ネイマール無理か。ネイマール OMF 無理だもんね。ナインゴランはセントラル。あ、グリーズマンと帰りゃいいか。こうか。オッケーオッケーオッケー。まあ、ちょっともう、時間ないけど、ワンチャンもクロスしかないもんね、これね。で、元気なやつ来い。元気やでーと。はいはいはい。ここ。通った。グリーズマン、グリーズマン。よっしゃ、来た。無理か。でも5分あるな。あ、ラッキー。よっしゃ。はい。いや、パス通らんか。トラオレボンバーしてくるね。これ外でしょ。よいしょ。ああ、もうこれ間に合わんな。終わりましたな。トラオレさんがパーパーで。まあでもトラオレそんな怖くなかったね。最後あれ決めたの誰だったんだろう。3点目めっちゃいいシュート。
アスピリクエタにこれやられたのちょっとムカつくな、このかっこいい抜け出しされたの。まあでもどっちみち引き分けなんで、カバーニ、あ、ベイルか、多分ベイルか、3点目はこれ引き分けなんで800台は骨と、がっかりパーパーでございますね。はあ、そやな、5落ちるな。うん、やっぱりチーム力を高くしすぎるとやっぱね、勝率、俺の多分チーム力だったら勝率、お、利き足右来た、星5、今日2枚目だよ。そのうちの俺ぐらいのチーム力あると勝率がね、多分 90% ぐらいないと上がっていかないね。80、90はないと上がっていかない。 70% ぐらい、今んとこディビジョン1で 70% ぐらいだけど、全然現状維持かちょい下がりぐらいの感じになってますね。そのまあ、引き分けだったらまだマシなんだけど、引き分けでも5下がるからな。まあでもこんだけ選手集めたら使いたいから、なんとも言えませんな。その辺はもう勝率を頑張って上げていくっていうのを目標にやっていこうかな。まあレートもそしたら高くなるでしょうしね。うん、このレートの上がり下がりで一喜一憂してたら多分楽しくなくなっちゃうんで、そうだな、勝率を目指していこうと思います。パーということは勝たなきゃいけない。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。